公益財団法人日本記院は、東京都千代田区五番町に本部を置く、以後の記事を統括し、帰線を行っていくための公益財団法人。約三百人の記事が所属するほか、職員として、事務員や、記院発行の出版物をまとめる記者などが所属している。戦時中の初段委員居場、明治維新以降、幕府というパトロンを失った記事たちは離合集散を繰り返し、 囲碁界は混沌とした情勢であった。1872年に村瀬修保により設立された史上初の近代的なプロ騎士の団体である、講演者と封建的な風習を牧手する家元の本因坊家とが対立、並存する時代が長年続いていた。1923年の大正関東地震を機に騎士たちの大道団結の機運が高まり、 翌1924年、大倉騎士治郎を講演者として、本因坊秀祭以下の某門の騎士や講演者など、ほとんどの騎士が集結し、日本騎員が設立された。設立直後に、規制者の独立などもあり多少動揺した日本騎員で、あったが、その後新不赤法の発表などで以後の人気も高まり、盤石の体制を築く。第二次世界大戦中の百四十五年の、 東京大空襲で赤坂区赤坂ため池にあった金本部が消失するなど大きな被害を受けた。戦後すぐに瀬越検索岩本るらが中心になって再建を目指し、大手愛も料亭や講演者の邸宅などを借りて再開された。1948年には港区高輪に新しい金院会館が設立され順調に日本金の再建はなされていった。 1947年には、坂田坂尾、梶原武雄八騎士が、囲碁新社を旗揚げするが、1949年、復帰する。さらに1950年、今度は、当時、本因坊の座にあった、橋本宇太郎旗頭に、関西起因が設立された。橋本は、翌年の本因坊戦で、坂田の挑戦を1から3からの大逆転で下して、タイトルを防衛。 関西基因の独立を守った。その後幾度か、再藤号の話も出ているが、単位の調整や財政問題などがネックとなり、実現していない。1971年には、千代田区五番町の市ヶ谷駅前に、現在も使用されている新会館が建設された。その後右翼曲折はあったものの、現在でも、世界囲回界の中でも重要な地位を占める。 ただし1990年代以降、赤字財政が続いているほか、囲碁人口の減少、国際規制における日本騎士の不信など、問題三席が現状である。2011年に公益財団法人へ移行した。機関誌として、月刊5ワールド、また、年間、囲碁年間がある。入門者向け雑誌として、囲碁未来、週刊誌として、週刊語がある。 発足当初は銀座に仮事務所を置き、1925年12月に長田町のため池に会館を建設。1945年5月の空襲でため池は消失し、終戦後は柿の木坂の岩本る宅を仮事務所とし、1948年に高輪のビルを購入して会館とした。1954年に、 東京駅八重洲口の国際観光会館ビルに日本基院中央会館を開館。1971年に千代田区の市ヶ谷駅前に本院を移転した。新築時及びその後の修繕にあたっては日本財団が支援を行っている。大阪市にあり、近畿地区、広島、岡山両県を統括する。1950年に関西基院が独立した際に、 日本イン残留派によって同年発足した。2008年2月現在、山田君を井山祐太など騎士39名が所属する。名古屋市にあり、中部地区と三重県を統括する。1940年設立の日本イン東海支部から、1948年に日本イン東海本部に昇格、1955年に日本イン中部総本部となる。 2008年2月現在、羽根直樹、羽根康政など、騎士43名が所属する。独自のタイトル戦として、王冠戦がある。2004年創設。ありがとうございます。